チェコ国鉄0905線、別名プラハブラニャニジェチーム線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は、クラルピー北が090、クラルピー南が091。1850年から1851年にかけて、オーストリア帝国の北部帝国鉄道の路線として、開業した。ドイツ東部チェコスロバキア・ハンガリーを結ぶ、 鉄道路線の一部を担っている。また、プラハマサリク駅方面とプラハ本駅方面は、現在ポドババ駅で分岐しているが、2017年7月から2020年5月の間は工事のため、マサリク駅ポドババ間が休止され、代わりに、マサリク駅ホレショビツェウースチー方面のルートで運行していた。路線番号は現在、クラルピで分かれているが、二千十五年以前は、 ブラニャニで分かれていたほか、2016から19年度は、本線が全線090、ホレショビツエホスチバルジの支線が091であった。北部帝国鉄道の路線図1850年6月1日に、北部帝国鉄道が、プラハローボージッツ区間を開通した。この区間は、同年10月にアうし日まで、1851年4月6日に、 ボーデンバッハまで延長された。1854年に、皇室と国オーストリア・ハンガリー国有鉄道は、フランスの資本で設立された。1855年1月にこの路線は、他の NSTB 路線だけではなく南部オーストリア、国有鉄道路線及び、ハンガリーの一部国鉄とともに、ステイグに引き受けられた。皇帝フェルディナント鉄道の反対もかかわらず、 ウィーンとの直接の鉄道連結が実現された。1870年以来この路線は、ステイグの南北横断鉄道の一部となった。1909年10月15月に、ステイグが国有化されて、この路線もオーストリア帝国鉄道の路線となった。第一次世界大戦の終結後、オーストリアハンガリー帝国の解体により、チェコスロバキア国営鉄道が設立されて、 この路線も SD に入ることとなった。1938年9月に、ズデーテン自体が最高潮に至って、ドイツとチェコスロバキア間の列車通行が停止することとなった。同年10月1日ミュンヘン会談の結果、ロボシツェジェチーン区間が、ボヘミアモラビア保護領に落ちて、運用車両と運営組織は整理された。ズデーテン地方の区間は、ドイツ国営鉄道に引き受けられて、 ドレスデン管理局に編入された。1939年の初めに、プラハとドレスデン区間の特急列車の運行が、ドイツとチェコスロバキアの条約締結の後に再開された。第二次世界大戦の間にはこの路線は、軍事作戦鉄道として特別に重要であった。貨物運送は、ドイツの統制下に戦争末期まで運用可能であった。 1945年4月にウースティ空襲の時、鉄道施設は激しく損傷を受けた。終戦後にこの路線は完全に SD に戻った。電化工事は1960年代の初めにプラハとウースティですでに行われたものの、本格的な電車線設置は1970年代末に開始された。1980年12月23日に、 プラハ市内のリベニストロモブカ分岐点区間が開通されて、その時より優等列車はホレショビツエ駅の方面に迂回する。マサリコボ駅へ通じる在来線では通勤列車あるいは中距離列車が通行している。1989年初には13編の国際列車はプラハドレス電区間に通行した。 1986年5月1日にこの路線の電車線設置は全区間にかけて完成された。2002年5月27日にノベーを掘りつミチェフボスティ区間が直線化され、同年11月26日に伏線となった。2004年10月12日に鉄道回廊の第一次プロジェクトが11年ぶりで公式的に終了した。しかし、 許容速度時速 160km の区間は、ネラホゼーベスロボシツェ区間のみであった。ウースティ区間の改修工事は2008年に終了した。2013年2月に改修工事が、プラハ市内のホレショビツェブベネチ区間で開始されて、2015年に完了した。区間ごとに系統が分かれる。区間ごとに系統が分かれるが、両者はウースチーで接続している。以下では、 チェコ国鉄090号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。2014年8月開業。これに合わせ、ウベネチ駅が休止された。2017年7月から2020年5月の間、普通列車のみが乗り入れていた。快速、普通列車のみが乗り入れる。2014年8月開業。これに合わせ、 ウベネチ駅が休止された。ありがとうございます。